コーヒービルはアメリカ合衆国アラバマ州クラーク郡に位置している町である。2000年現在の国勢調査でこの町の人口は360人である。ランシングは北緯31度45分40.543秒、整形88度5分0.940秒に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、 この町は総面積11.7平方キロメートルである。このうち11.7平方キロメートルが陸地で水地域は存在しない。2000年現在の国勢調査でこの町は人口360人、165世帯及び97家族が暮らしている。人口密度は30.8平方キロメートルである。17.9 平方キロメートルの平均的な密度に209件の住宅が建っている。この町の人種的な構成は、白人61.11%、アフリカン・アメリカン38.89%、ネイティブ・アメリカン0.00%、アジア0.00%、太平洋諸島系0.00%、その他の人種0.00%、および、 根結0.00%である。ここの人口の0.00%はヒスパニック、またはラテン系である。165世帯のうち22.4%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、40.6%は夫婦で生活している。13.9%は未婚の女性が世帯主であり、41.2%は 家族以外の住人と同居している。40.6%は独身の居住者が住んでおり、21.2%は65歳以上で、独居である。1世帯の平均人数は2.18人であり、家庭の場合は2.95人である。人口の23.9%が18歳未満で、6.9%が18歳から24歳。 23.1%が25歳から44歳。25.3%が45歳から64歳。20.8%が65歳以上である。平均年齢は42歳である。女性100人に対し、80.9人が男性である。18歳以上の女性100人に対し、80.3人が18歳以上の男性である。 この町の世帯ごとの平均的な収入は 19,545US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 33,125US ドルである。男性は 29,000US ドルに対して女性は 17,500US ドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は 16,886US ドルである。 人口の25.6%及び家族の18.8%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の42.2%及び65歳以上の19.7%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。